井さんすごいっすよね。よしよし、どれぐらい走らないと負けないように頑張ります。やっぱり見て分かるように、まあ、あの、まあ、年齢であれだけ動いて必死にボール食らいついて練習してる姿っていうのはもうやっぱり特に若い僕たちにとってはもう、まあ、あれを見習わなければいけないし、やっぱりあれを見て刺激しかないというか、やってる姿を見て自分が頑張らないと、もっと頑張らないと追い込まないと、まあ、おかしいっていうレベルまで松井さんはこう引き上げてくれる存在なので、やっぱりやってるとこう自分の、まあ、モチベーションだったりこういろんな悩みとかあるんですけど、そんなの関係なくやっぱりした向きに、まあ、僕はまあやれるし、まあ、それをしっかり見て自分も、まあ、ああいうファイターな気持ちを持って、まあ、一日練習、まあ、いいものをしていきたいなとは思っています。例えるなら、まあ、一郎だったり数だったり、そこも僕はもうそのレベルだと思っていて、プロとしての意識っていうのがやっぱりああやって限られた中でこう全ての最善に尽くして年までフルに動いてるっていうのはもう常識を覆してくれるようなやっぱり人だなと思うので、そうですね、定概念をほどほどくあの人は崩してくれるので、まあそれに見習いたいと思います。まあ僕がいち早く松井さんに追いついて、まあ、松井さんと一緒にもうみんなにバカにされるようなあの目標でも達成できるように、まあ、僕も頑張るし、やっぱり松井さんと一緒にまあ、頑張っていけたらなと思うんで、松井さんすごいっすよね。めっちゃ走るし、いやあれぐらい走らないと負けないように頑張ります。
ビってましたけど、まあでもやっぱりこういう風に喋ってると、まあ、テニスもこうめちゃめちゃ熱い思いとか、こういろんなダブルスの細かいプレーとか、なんかそういう話を本気でしていただいて、やっぱりそういうのを聞いて余計にやっぱりダブルスでも、まあ、いろいろチャンスはあるっていろんなとこから言われるんですけど、もう経験、やっぱり松井さんが経験してきた中での言葉はもうめちゃめちゃ重いというか、で、まあ、だと実際にそれこそプレーオフで組んでみて、初めてそんなに別に練習で合わせてはなかったんですけど、結構ぶつけ本番で行ったんですけど、それでも決勝まで100位前後の選手に勝って、まあ、あと一歩だったんですけど、まあ、そこまでやれたっていうのは、まあ、自分でも自分が思ってるより良かったなと思いました。で、そうですね。まあ、でもやっぱりその時も緊張しながら、めちゃめちゃ緊張しながらダブルス組んだのは覚えてます。そうだね、あと一歩あったね。その決勝まで行ったんですからね。それ勝てば全豪本戦っていうやつで、まさにもう僕がイメージしてた通りの展開だったんですよね。もうだから、まああれ、まあ、まあ悔しかったですけど、でもね、もういきなりやった中では準決勝とかすごいいいプレーで、勝ち上がり方もすごい良かったし、まあまあそれ負けても、まあ、ちょっと来年1年ちょっともう一回スタートしようよみたいな、まあ、僕はすごく、なんでしょうね、楽しいというか、冬場じゃあ上杉選手と練習してシーズンスタートっていうのができそうな感じだったんです。まだランキング低かったんで出れる大会はちょっと限られちゃうんですけど、でもそういう、なんて言うんだろう、あの一番理想としてるところができそうだったんで、もう一回チャンスってはいけんじゃないかっていうのはちょっとありましたけど、僕もそのオファーをいただいて1年目に途中からシングルスのポイントよりダブルスのポイントをもうとにかく上げて、まあ、松井さんと出るのを目標にして、で、まあ、いざ頑張ろうって時にすごい怪我をしてしまって何回もいや、もうそれせっかくいい調子で練習もいい感じでやってたら、それ僕がやってしまったんで、そこはすいませんいや申し訳ないです。もう一番こう松井さんが結構やっぱ大事な年、僕が外人の選手より振り回してしまうという、ちょっと申し訳ないことをしてしまったんですけど、まあでもそれでもやっぱり怪我の期間とかもめちゃめちゃ励まされて、やっぱりまあランキングも含めてちょっと俺すぐ、まあ、プロ2年目でしたけど、俺欠けてた部分も、でも同じ部屋でもういろんな松井さんの経験だやら怪我のことについてすごい言ってもらって、なんとか全然くじけることなくもう何回もダブルスで頑張ろうっていうふうに思えたんで、そこは今こうやってやれてるのも、まあ、松井さんのおかげぐらい言っても別に過言ではないかなっていうぐらいの存在です。あとあと考えてみればもうちょっとケアできたかなっていうのは思いますね。まあ、今こうやって喋ってますけど、本人はもうめちゃくちゃきつかったと思いますよ。もうこれ半端ないです、やっぱね。いやーでも結構きつい時間過ごしましたよ、多分というか、やっぱ、試合もそうですけど、練習さえもやっぱちょっとできないですし、もう気持ちだけ先走っちゃってるし、
で結構無理してこうテーピングぐるぐる巻きにして出たりとかもしてたし、でそれが今度それのせいじゃないと思うけど、やっぱ多少影響あってちょっと違うとこ行っちゃったり痛くなっちゃったりとか、だから結構俺が逆にドクターストップしないと無理してやっちゃう時もあって、でまあ、四日市の時でやった時はもうちょっと俺ら2人、俺も落ちました、ちょっとやっぱ。あ、実はもう東京オリンピックだって気合い入れたらいけんじゃないかぐらいの感じで思ってたんで、だから東京オリンピックのポイントがカウントされる1年半前ぐらいからもうちょっと気合い入れていこうよみたいな、でそれのちょうど1年こっからポイントがもう順に換算されてる、加算されていくっていう一発目の大会で逆足捻挫しちゃって、そうするともう、ダブルスは2人で勝ちに行かない、2人で1つの勝利なんで、もう傍らが崩れちゃうと、もうこれはちょっと東京オリンピックなんてもう無理だなとかね、その時やっぱ思うし、まあ、正直ちょっと僕がすごい焦ってたんですよね、やっぱりダブルスランキング上げようと思うにしても、やっぱチャレンジャーの大会に出れる大会が少なかったし、その一大会一大会にもう次優勝しないと終わるとか、なんかそういう気持ちで正直、まあ、焦ってやっちゃって、そうですね、だからね、やっぱ俺も一方でちょっと思いが強すぎちゃったのかなって思うんですよ、俺自身が、なんか変なプレッシャー与えちゃったかなみたいな、で、まあ、それが一つあったけど、でもそのぐらいしないとやっぱちょっと間に合わないというか、勝てないというか、ランキング上がらないっていうのもあったんだ、自分の経験上、だからやっぱそれにこうなんとか食らいついて、まあ、練習も結構しっかりやったし、リハビリトレーニングも自分でやってたし、で確かに数少ないチャンスを生かそうとするとものすごいやっぱ焦る気持ちもあるんですけど、でも結局僕らなんてもう一発勝負でどれだけ結果出せるかがキーになってくるんで、だから、まあ、さっきのオーストラリアオープンの話じゃないですけど、あれだってもう優勝しちゃって ね、オーストラリアオープン出て 1,2 回勝てばもう一気にランキング上がるんで、でじゃあどんだけ差があるかって意外とさっき言ったけど差があんまないんですよ、言っても、なんでそういう紙一重のところのがあるんで、上行っちゃえばもうそのままいけんじゃないかっていうのはもうね感じてたから、